皆さんこんにちは。好きな女性と一緒にいてなんとなく両思いなんじゃないかと感じても、いやいや勘違いかもしれないしってモヤモヤしちゃった経験はありませんか？相手のリアクションがいいとか LINE の返信が早いとかだけではどうしても確信が持てませんよね。そこで今日はお互いを好きな男女にだけ起きてしまうこと6選と題して、実は両思いなのにお互いそれに気づいていないときどんなことが起こるのかについてお伝えしていこうと思います。気になる女性とのことを思い出しながらご覧くださいね。動画の最後にはそんな両思いの2人が恋人になるためにすると良いことについてもお話ししていますよ。最後までお見逃しなく。それでは今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. LINE のやり取りが続いている。連絡事項があるわけじゃないのに日常的にやり取りが続いている2人は両思いの可能性が高いです。家族や仲のいい友達であっても LINE を送り続けるのって意外と大変ですよね。でも好きな相手となら自分から望んでやり取りを続けたいと思うもの。しかもその気持ちがどちらか片方だけだった場合はどこかで返事が来なくなって自然とやり取りは終わってしまいますよね。ですからこの LINE のやり取りが続いているというのはいつでも相手とつながっていたいとお互いが思っている時にだけ起こることなんです。言葉にはしないけど同じ気持ちでつながっているということですね。それから相手のことを好きだからこそ常に相手の現状を把握しておきたいという気持ちも働いていますね。恋をするとどんな些細なことでも相手のことが知りたくなるもの。特に女性は会話を通して関係を深めたいと思うものなので、その日起きたことや何を食べたかまで本当にどんな小さなことでも教えてほしくなっちゃうんですよね。連絡事項がないにもかかわらずやり取りすることが日常になっているのであれば、相手もあなたのことを大好きだって思っているはずですよ。 2. 忙しくても誘いに乗ってくれる。単純に好きな人からの誘いなら多少無理してでも絶対に行きたいですよね。でも、もしも何の興味もない人からの誘いなら何かと理由をつけて当たり障りのないように交わすはず。一番多いのが最近忙しくて、落ち着いてまた時間ができたら連絡するねという断り方。忙しいって言われるとそれ以上何も言えなくなってしまいますし、なんとなく行きたくないのかなという空気も感じてしまうもの。ですが今は忙しいんだけど何日には落ち着くからそのあたりはどう？と別日を提案してくれるのであれば、これは絶対に両思いです。忙しくても誘いを断らないというのは両思いかどうかを見極めるときにかなり重要なポイントです。だって普通なら忙しくて疲れていたらお家でゴロゴロしていたいって思いますよね。出かける準備もしたくないし家から出たくないって思う人がほとんどだと思います。それでも会うために予定を空けようとするということは、それだけあなたに会いたいから、あなたに会えば癒されるからに他なりません。予定が合わない時でも何とかして会おうとしてくれていると感じたら2人は確実に両思いですよ。 3. お互いに相手について詳しい。お互いのことをよく知っているというのはそれだけお互いに自分のことを打ち明けてきたからですよね。例えば今仕事でどんなプロジェクトに取り組んでいるのかとか、仲のいい友達の名前とか、もっと打ち解けてくるとその時悩んでいることなどまでお互いについて詳しく知っているのであれば、これは紛れもなく相手を深く信用している証拠、特別な存在だということです。女性は男性以上に会話を大切なコミュニケーション手段だと思っています。だからこそたくさん話すということはそれだけ相手と近づきたいと思っているということなんです。関係としてはまだ付き合っていなかったとしても2人の気持ちは確実にしっかりとつながっていますから、両思いだと見て間違いないですよ。 4. あえて恋愛の話題を避ける。お互いになんとなくいい感じだな、もしかすると両思いかもしれないと思っている時ほど今のこの関係を壊したくないという気持ちが強くなりすぎて、逆に恋愛の話題を極端に避けてしまうということがあります。もしも自分の勘違いで相手はただのいい友達くらいにしか思っていなかったとしたらと考えると怖くて踏み込めなくなってしまうんですよね。結果としてちょっと不自然なくらい恋愛の話題が全く出なくなってしまうことって両思いあるあるなんです。相手に
自分は恋愛とかそういうつもりじゃなかったなんて言われてしまったらと思うと、付き合えなくてもいいから友達のままでいたいって思ってしまう気持ちよくわかります。でももしも今よりもっと相手と近づきたいと思うなら、あなたの方から一歩踏み込んでみてくださいね。5. やたらと恋愛の話題が多い。これは先ほどあえて恋愛の話題を避けるとは真逆の空気感ですよね。結局どっち？と混乱してしまう方もいるかもしれませんね。これは両思い期間の長さによって違いが出てくるんです。やたらと恋愛の話題が多いときは両思いになってまだ日が浅い2人に多いんです。早く恋人同士になりたい、今すぐにでも告白してほしいという気持ちの高まりから、特に女性が積極的に恋愛の話題を出すんですよね。でも両思いのまま長い時間が経ってしまうと、この関係を壊したくない、恋人になれなくてもいいからそばにいたいという不安の方が強く働いて、逆に全く恋愛に関する話をしなくなるということが起きるんです。同じ両思いでも期間によって真逆の雰囲気になるなんて不思議ですよね。どちらにせよ女性としてはあなたからのアプローチを待ち続けているということ、このまま行動を起こさなければ誰かに取られるか、相手の心変わりがきっかけとなって自然に両思いの関係が終わってしまうという選択肢しかありません。全く恋愛の話題が出ない場合は、友達カップルの話やデートスポットの情報などどんなことでもいいので、あなたの方から少しずつ恋愛の話題を持ちかけてみましょう。逆に恋愛の話題が多いなと思う場合は、ストレートに今度一緒にどっか行こうよと誘ってみることで、それまでの関係にいい変化を起こすことができますよ。6. 体の距離が近い。これは相手のことを心から信頼しているからこその行動ですよね。そろそろ恋愛に発展させたいという気持ちからわざと近づいてきている場合もあれば、相手に完全に心を許しているから自然と近づいてしまうという場合もあります。どちらにしても2人の関係はすでに相当親密ということですね。女性なら全員と言い切れるくらい警戒している相手には絶対に一定の距離をキープするものなんです。ですから体の距離が近いというのは、それだけで心の距離も近いということなんですね。わざとかどうかはあまり重要じゃないんです。それではここから、こんな両思いの状態を卒業して恋人同士として付き合うためにすべきことをお伝えしていきます。お互いに探り合っている時こそきっかけが必要です。そのきっかけとなる行動を2つご紹介させていただきますね。 1. デートしようと伝える。デートに誘うなんて普通すぎるって思ったあなた、確かに普通といえば普通の方法なんですが、ここでの一番のポイントは誘い方なんです。ご飯行こうでも遊びに行こうでもなく、あえてデートしようと誘ってみてください。デートというワードで誘うことで、女性は自然と特別な時間を過ごすんだと意識します。同時にあなたのことを男性として強く意識しますし、恋愛が始まるかもしれないという予感もどんどん高まります。この恋愛の予感がとっても大切なんですよね。 2. さりげなく褒める。これも女性としてはこの人と付き合いたいと思う大きなきっかけになります。今日の髪型似合ってるねとか、一緒にいると元気出るとか、普段言われないことを言われると女性はドキドキするんですよね。この瞬間は相手も好意を見せたくなるタイミングなので、2人の距離がぐっと縮まる絶好のチャンスです。ただいくら距離を縮めても、そのままバイバイしてしまったら関係を進展させることはできません。相手の様子を探りながらでいいので、少しずつ距離を縮めていってくださいね。きっと相手の女性もあなたからの行動を待っているはずですよ。具体的にどんな誘いをすればいいかや、自信をつけるための自分磨きについても、このゆるうりチャンネルの中で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてくださいね。それでは今回の動画は以上になります。動画の率直なご感想や、こんなことが知りたいというリクエストなど、今後もどんどんコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。また今回の動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。